おさん、終わりました。今日朝からちょっとやってたんですけど、今日ね、無料プレゼントするんですよ。で、無料プレゼントのレターをちょっと作ってたんですけど、午前中に終わりましたね。よかった。いや、3時間ぐらい、3時間ぐらいやったかな、久しぶりに。はい。久しぶりにちょっと、書きましたね。疲れた。まあ、午後はね、ちょっと、マッサージ行ってくるか。 もうメルマガ予約しとけばいいだけなんでもう終了ですね。もうメルマガもセッティングしたんでもう終わりです、はい。いや、いいっすね。ネット。<laughs> 自動でね、予約でこうピッて送れるっていうね。しかも、あのね、僕はあのメルマガ1000人ちょっとかな。まあ、久保さん2万人ぐらいいるじゃないですか、ね。ピッてやるだけで2万人に送れるわけですよね、久保さん。すごいですよね。 2万人訪問しようと思ったら、これ無理ですよ。1日でピンポン2万人押せないですよ。すごないですかもう、まあ、ピッて送れるんですよ。すごいですよね <laughs>。うーん。だからネット神ですね。うん。まあ僕はもうネットしかしないですけどね。うん。ネットしか選択がないというか、うん。まあネットしか選択がないよっていうのを伝え続けますし、まああとはやっぱ久保さんが言う通り、 なんだろうな。はじ、ライバルが増えたとしてもふ、仮にね、みんなやる気で増えたとしても、みんなや、そんなやる気は続かないんで。やる気続かないですね。そう。やる気が、やる気というかね、やっぱね、負けず嫌いの方がいいですよね。やる気を続けるというよりかは、負けず嫌いだから、負けたくないからやるっていう方が続くんじゃないかなと思いますね。この億万長者合宿もなんで続いてるのかっていうと、やる気があるとかじゃないんですよね。久保さんに負けたくないみたいなね。<laughs> 結に負けるものかと <laughs> まあ久保さんはこの若造に負けてたるものかでいや僕は年寄りに負けてたるものかとね10個上ですからねもう50、まあ、僕も,もう40になりますけど久保さんももう50になるわけじゃないですか50に負けてたらダメだよみたいなね <laughs> そうだからもう一生終わらないですね仁義なき戦いですね <laughs> 多分でも このやりとりができるのはね、日本でね、久保さんと僕だけだと思いますさすがに。もうここまで来れば。もう4000本ぐらいやってんで、多分、もう4年じゃないですか、しかも。4年ぐらいやってると思うんで。さすがにいないと思いますね、このやりとりできるのは。日本でトップクラスだと思いますよ。本当に。しかも、商品販売終わってからの方が長いっていうね。ね、普通、プロモーションって5話ぐらいですよね。6話ぐらいですよね。 LP に登録してね、5話、6話動画ね、なんか流れてきてね、手の込んだね、稼げますよみたいなね、動画がね、5、6話流れてきて、買いましょうみたいなね、ステップメール流れてきて、も、ま、う、あ、何千万取ってんだ、みたいなね <laughs>。まあ、このリターンズもね、もう、まあとちょっとで終わりますね、シリーズね、なんか、マトリックスか。マトリックスも終わっちゃいますね、早いですね。<laughs> マトリックス終わっちゃうな、もうちょっとで。 うん、なんか今,今月には終わらんか、うん、まあ来月中にはまあ次のシリーズでしょうね、多分ねうん、まあちょっと今月末は僕、今月はちょっとやること、そのまあ無料プレゼントのあれ作ったりとかいろいろやらないといけない部分あるんで、あれですけどね。うんはい、やりましょう。<laughs> やりま これね、無料プレゼントもね、あのー、あれですからね、作るか作らないかですから。まあ、作るのめんどくさいし大変なんだけど、結局でも作るか作らないかですよね。まあ、これもま、結局その、いつも、トゥトゥでやってるこの動画も無料なんで、まあ、無料プレゼントみたいなもんですけどね、無料コンテンツみたいな話なんで。うん。ネットはね、無料をどれだけ作れるかって結構大事だと思いますね。 まあその有料広告かけるんだったら全然別ですよ。別なんだけど、その、コストをかけずに稼ぐんだったら、無料をどれだけ配れるかっていうのが、だからそのネットビジネスの大御所で、早田大いさんっていう人がいますけど、10年以上1億超えか、多分車椅子で半身不遂みたいな。で、その人も結局最初、リストマーケティングでいっぱい大量にリスト取った理由が、 情報企業解体新書みたいなのをね、あの当時その3万とかであの情報商材売られてる中、もう何百ページものね、PDF を無料で配ったんですよね。で、それでリストをすげえ何万た多分集めたと思うんですよね。そこからビジネス多分大きくしていったような気がするんですけど、まあ相当昔の話なんであれですけど、まあ結局、無料を制するものはネットビジネスを制するっていう、僕はまあ、 思いますけどね無料コンテンツを制するものがネットを制するみたいな。うんだ無料の、むだから、なんだろうな。お金にならないんだけど、お金にならないことをどれだけできるかっていうね、最初の段階から、ね。別にその無料動画を作ったところで、じゃその動画で100万円稼げるわけじゃないんですよ。今日 YouTube1 本撮りました。無料コンテンツです。じゃあそこから100万出るのかっていうと、出ないんですよね。 だかその無料を作り続けられないですね、みんなね。うーうちょっと川島さんのメルマガもう全然見てないですけど、ずっと日刊メルマガ発信してましたからね。ずっと。何年やってたんですかね、あれ。まあ僕も川島さんのメルマガ見なくなってもう何年だ ?6、7年経ちますけど、<laughs> 多分未だにやってんじゃないかな、川島さん。多分川島さんまだ発信してんじゃないかな。 うん、でも分かんないですけどね。でも多分、川島塾はまだやってるような気がするんですよね、確か。うん、まあ、ずっと送り続けるっていうね。<laughs> うそれに徹するしかないです。うん、い,いってらっしゃい。